突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは部屋の模様替えかな。やっぱりな、そうだと思ったんだよ。ね、皆さんもそう思ってた人いると思うんですが、それはですね、この話ですよ。マサトの話ですよ。レオナ・ペタス選手に勝った後、マサト選手のところにね、近く寄って、まあ、呼び捨てにしたっていうことで、で、マサト選手も、俺がね、レオナ・ペタス選手に勝敗予想で勝ちつけちゃったから、まあ、タケルが初めて俺のこと呼び捨てしたよ。ごめんごめんって言って、まあ、あれがね、まあ、記録的映像というか、まあ、タケル選手を語るにはね、欠かせないということで、これからもね、繰り返し流され続けると思うんですが、まあ一応あそこまでがワンセットなんですが、タケル選手が自身のね、YouTube で、あれ、マサトじゃなくて、見たかって言ってたのを、マサトさんが聞き間違えて、今ではもうね、訂正させてもらってるんですよっていう話をしてて、やっぱそうですよね、K1 のバックステージ、裏側の動画が上がった時に、アップされた時に、まあ、リングから一番近いところにカメラを置いてて、で、迫力ある映像で、まあ、音声も一番クリアに聞こえるっていうものがあって、私もね、その聞いた時にマサトって言ってると思えなかったんで、何回も見て確認したんですね。そしたらやっぱね、見たかなんですが、そこは間違いないんですが、その前に何か言ってるんで、うわーって言って、でそこがもしかしたらマサトなのかなと思って、はい、これね、私の、動画のね、ライブラリーなんですが、チャンネルので下から2番目ね、マサト実は呼び捨てしてない説っていう風にね、書いてありますよね。このようにですね、一回動画ね、アップしたんですが、まあ、公開しなかったんですよ。非公開のままで、これ順番変えることできませんので、最新で撮ったのにこのね、後ろの方にの動画の順番にこう差し入れるっていうことができませんので、ここの日にね、ちゃんと言ってるっていうことなんですが、でもちろんね、断定するような言い方してませんし、皆さんどうですかっていう風な感じだったんですが、信憑性がね、6割ぐらいだったんで、まあ8割ぐらいだったらね、上げてもいいかなと思ったんですが、まあ6割だったらね、もしかしたらね、そうじゃなかったら、なんのこっちゃこの話題っていう風になってしまうんで、面白くないじゃないですか。なので、まあ一応やめておいたんですが、まあ大切なのはですね、これからもあそこが繰り返し流されると思うんですが、そこ多分ね、訂正しないと思うんですよ、その番組の中で。で周りに格闘技やってる友達とか知り合いいなければ、その話題をね、いつもたまたまね、一緒にテレビで見てたとしても、これ本当はマサトじゃなくて見たかって言ってるんだよとかいう話とかしないじゃないですか、わざわざ自分だけ格闘技好きだったら。なので心の中でですね、これからもあの映像が流れた時は実はマサトじゃなくて見たかなんだけどなというふうに思ってくださいという話ですね、これは。はい、そしてですね、大沢健二ですの大沢ケンタウロス健二さんのですね、格闘技通通信で面白い話してたので、ちょっとその話をさせていただきたいと思います。私も先日取り上げましたが、朝倉未来選手がですね、まあ、クレベル小池選手に対戦要求というか、まあ、やってもいいと、やらせろっていうまでね、強くは言ってませんが、あ、次やりたいねみたいな話をしてたことをですね、話題に出てたんですね。そしたらですね、朝倉未来選手、その前にホベルト・サトシ・ソウザ選手と豊橋時代にまあ練習してたんだけど、一回も倒されたことがなかったよっていうことをスタッフの人が大沢健二さんに言ってたんですね。そうやって言ってましたよって言って、そしたら大沢健二さんが口ごもって、ああ、まあちょっと言いづらそうに、でも、まあ、君広に1年くらい前にがっちり抑え込まれてたけどなって言ってまして、まあ、これ、江藤君広選手のね、話術研修会ハーツの所属の選手だと思うんですが、まあ、つまりですね、やっぱ朝倉未来選手も寝技でより打撃で来てほしいんで、俺の腰はすごい強い、すごい強いっていうのを、まあ、風潮って言ったら言葉悪いかもしれませんが、ちょっと大げさに言って、まあ、打撃で来てもらえるようにね、仕組んでいるんじゃないかなっていう、まあ、だからプライベートのね、時からもう作戦が始まってるんじゃないかなっていうふうに考えることもできるかなというふうにはね、思いましたね。そしてですね、もしクレベル小池選手と戦ったら、ミクルは MMA しか見てないだろうから、足換は逃れられないと。で、センスでは無理なんですって、今はもう。もうちゃんとやり方、ハウツーがあって、まあ、打撃で行こう、倒されないくらいに思ってると、もうやられてしまうんですって。で、その方法論がね、もうしっかりあって、それをね、もしかしてクレベル選手が持ってたらやばいと。はい、朝倉未来選手は逃げれないと。で、グラップリングしかね、多分やってないと思うので、でしかもね、あの朝練だけしかやってないっていう風にね、いつも言ってるので、朝練だけだったら多分ね、うん、勝てない、無理なんじゃないかなという風にね、言ってました。ただね、クレベル選手がその技術を持ってるのか持ってないかっていうのは今のところまだグレーで、試合では見せてないんですって。でも全然隠してるっていう可能性もあるし、
まあ、正直見せてまだ見せてないので判断がつかないところではあるということで、ただしねその技術がまだね持ってなければ朝倉未来選手ね倒されないと思うし、まあ、勝ちもあるというふうにね語ってました。で朝倉未来選手は、まあ、打ち合えるレスラーが苦手ということで、まあ、クレベル選手もね結構まあ打ち合いも得意ですもんね、まあ、しかしですね未来賢いから、まあ、クレベルと自分からねやりたいって言ってる時はかなりのね勝算がある時だというふうにね言ってました。そして繰り返しでも倒されたらやばいというふうに言ってましたね。で斉藤選手とねやる前に、クレベル選手とやっておけば、まあ、世間をね黙らせることもできるので、まあそういう効果も狙ってのことなのかなというね、ここはねそういうニュアンスで話しておりました。でもクレベルとミクルやったらグランプリ必要ないなって言ってて、確かにその通りですね、うん、でグランプリがねやっぱ、なくなるかもしれないっていうね話題もねその時出てましたね。そしてですね、まあ、大阪のね伝染病の話ですが、それがね2週間後に、まあ、東京に来るなんていうね話もあるので、あの感染者数の多さですね、そうしたらそもそもね東京ドームがやれなくなってしまうんじゃないかっていうね、まあ、そもそも論のところの非常に悲しい話題も出ましたね。はい、そしてですね朝倉未来選手が送り人になったという話題にも及んだんですが、まあ、堀弁護士とかもいるからまあ、いろいろね話聞いていい銘柄変えたのかなっていうふうに言ってたんですが、これを思うとですね、まあ、次朝倉未来選手が、まあ、そういうふうにねこういうの買ったよって言ったら、これ乗っかるの全然ありなんじゃないかなというふうに思いますね。朝倉未来選手はね、まあ、勘で買ったっていうふうに、コメントしてました。コメントっていうか文書で残してましたが、まあ、勘で買ったにしろね、この間のボートレースの件もありますし、今ね運気がもうぐんぐんね急上昇してますんで、まあ、あやかるって意味でも全然いいのかなというふうに思いましたね、ここは。はいはい、そして小倉優香選手の方の話なんですが、まあ、10ヶ月ぶりにインスタライブを行ったらしくてですね、ご無沙汰してます小倉優香です、約10ヶ月ぶりですということで、ラジオのことに関してはお話しすることができません。ただ自分のしたことに関してはすごく反省しています。ファンの方やお仕事をする人の信頼を取り戻せるように頑張りたいと思いますということで、さらに公式ホームページを開設したりですね、中国語を3年4年ね勉強していて、これからですね中国で SNS の活動などを開始することも発表し、まあ、しかしながらね YouTuber 転身これはないというふうにね答えてました。はい、そして今後の目標は好きでいられる自分で人にも認めてもらうことということで、最近コメントで多かったのがセクシー女優に転身するのという質問だったというと、でこれには 200% 出ません、期待しないでくださいということです。はい、もう小倉優香選手の話はこれで最後になるかな、ここのチャンネルで取り上げるのは。はい、そしてですね浜崎チャンピオンがですね YouTube 始めましたね、以前言ってた通り、そしてですね斉藤チャンピオンとコラボしたということなので、まあ近日公開ということなので楽しみにしたいんですが、悟空ですかねこれやっぱり斉藤選手といえばね、小木チャンネルで見せてくれたやっぱ悟空が印象的なんで、まあ、ご飯とビーデルでもねちょっと本気でやっていただきたいなというふうに個人的には思っておりますが、まあ、100% ないでしょう。はい、そしてストラッサー選手と小比類巻さんが、まあ、コラボということですね。小比類巻さんね、この間言いましたが、まあ、正人選手との、ね、試合の後にですね、正人選手が、まあ、ヒールで、小比類巻さんが、まあ、ベビーフェイス、まあ、いいものの、ね、役割だったのに、正人選手が勝って、無難なコメントリングマイクした後に、まあ、絶対殺しますみたいな発言をして、会場が最後、冷え冷えになってしまったというね。そしてストラッサー選手の方は、住村隆一郎選手と、まあ、試合ね、記者会見でフェイスオフした後にね、横に行ってずっと相手にですね殺す殺すと、これをねもう何十回と連呼していたということで、まあ56つながりですね、はい、キルつながりのねちょっとあのコラボになってしまいますので、血なまぐさい結果にはならなければ良いのですがというところですね。はいはい、そしてですね UFC に対する選手たちの集団訴訟の話ですね、これもまあ長らくやってるんですが、まあ、ファイターたちの主張は独占禁止法に違反して払われるべきファイトマネーの半分以下しか支払われていなかったとして、この分のお金の回収と UFC にビジネスのやり方を変えるように求めているということで、6年以上やっておりまして争っていまして、2010年12月16日から2017年6月30日までアメリカで行われたまたは放送された1つ以上のプロの UFC プロモート MMA 試合に出場した全ての人が、まあ、対象というなるということで、もう常になんか1500人ぐらいの人が名前を連ねているファイターがね名前を連ねているとかいうのも聞きましたし、この時期だと
2010年12月16日から2017年の6月30日までなので、まあ岡見雄心選手とか水垣竹也選手が多分、ど真ん中だと思うんですが、これにですちょっと参加してるかどうかっていうのはちょっとね分かっておりません。でですね、まだ裁判所の正式な決定は下りてないということで、まあ本来ならばですね NBA とか NFLMLB メジャーリーグベースボールですね、であとボクサーらが受け取っているのはですねイベント収入の 50% 以上の額をもらってるらしいんですね。でなので同じぐらいもらわないとおかしいのに UFC MMA ファイターには約ね 20% しか支払われていなかったということで、まあ、この賃金の差を損害賠償として取り戻そうとしているということです。はい、まあダナ・ホワイトが本当に食えないやつなんだなということなんだと思います。でもそれでね、選手へのなんかあの手当が手厚いとか、あのご飯がなんか食べ放題とか、いろんなねこのアメニティがついてくるとか言われても、はっきり言って嬉しくないですよね、選手としては。その分をねやっぱね、お金でもらって自分で好きなように使えた方がいいですからね。そしてですね、これはねどうなんだっていうね、私には全く判断がつかない話なんですが、木村フィリップ稔選手がリュックの中身というね動画アップしてくれたんですが、その中にですねクリスタルガイザーが入ってたんですね。かっこいいですね。これ武器じゃないですよ、水です、ウォーターですね。はい、でパートナーで奥さんのことだと思うんですが、パートナーが添加物マイスターっていうのをなんか資格を取ったらしくてですね、で日本で売ってる水がどんだけ汚いかということ で一番綺麗なのがこのクリスタルガイザーなんですって、日本で売ってる水の中では。でまだいいのがイロハスということで、まあ個人の見解ですけどねとか言ってましたが、なんかこういうの聞くとね、目に見えないものでこうやってこられるとこれから気になってしょうがないと思うんですが、でも私は気づいてしまいました。飲むシリカダメなんだと。朝倉未来選手ね、その一時期もう一生これしか飲まなくてもいいって言ってたので、ぜひね木村フィリップ稔選手ね、これは教えてあげた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。ちなみに私は水道水派です。一番美味しい水は中華料理屋とかでセルフで持ってくるあの水道水だと思ってますので、私はまあ水道水へっちゃらです。あれはもう私にとってのクリスタルガイザーですから。そしてですね、ムサマサチャンネル、ムサマサチャンネル、ね、こんなに取り上げてる人もいないと思うんですが、マサトさんとねムサシさん、画像はムサシさんですが、あのねムサシさんが館長を、石井館長を嫌がるのがあの度合いが激しすぎるっていう風に毎回思うんですが、で今回もマサトさんが館長が、なんだっけな、村正見てますよみたいなこと、言ったんですね。そしたら一瞬でもう顔が凍りついてちょっとひりつく武蔵選手で、けど誰が村正やーって言って突っ込んだんですね。そしたら正人さんが、館長のツイッター紹介して村正見た、今度出てやろうかっこ笑いみたいな、そしたらその後に村正じゃなくてムサマサです、失礼しましたっていうツイートをしたんですね。そしたら武蔵さんがねこうやって名前間違える人には出させませんって言ったんですね。もう顔は常にこわばってますよ。そしたら正人さんが、でも館長出てくれるみたいですよ。そしたら武蔵さんが、あすいませんもう混ざってますが、正人さんですね、違う、武蔵さんがですね、その回俺もしかしたらおらんかもしれんって言ったら、正人さんがじゃあ、その回は優しい館長かな、それとも大魔神の館長、どっちが来るかなっていうことを言ったら、武蔵さんが間違いなく大魔神に変身すると思うよ、2秒で変わる人だからねというふうに言ってて、まあ、館長のことがねもう嫌で嫌で仕方ないみたいな感じなんですが、なんか石井館長が本当に2秒後にさっきまでニコニコ笑ってたのにブチ切れたりするんですって。でも、まあ、けどね、正直な話、私もそういう人とはまあ付き合いたくないですね。で上の人からすると下の人をねコントロールするには多分結構いいやり方だと思うんですが、まあ、下の人はね上の人の顔色見なきゃいけないっていう環境はね非常に良くないし、これ、ね、親がやる場合もあるんですよね。親がなんかただ上から高圧的とかに叱ると子供は親の顔を見て育つようになってしまうんで、まあ、おどおどした、ね、子供になって、まあ、伸び伸び育つことができないということなので、その辺はねちょっと頭ごなしとかっていうのはねちょっと良くないかなっていうふうに個人的には思いますね。そしてでもちょっと面白かったのが、武蔵さんが、以前のアップした動画のコメント欄見てたら、マサトは水の飲み方までかっこいいっていうコメントがついてたっていうんですね。まあ、確かにマサトさんほんとかっこいいもんね。若い時もすげえかっこよかったし。そしたらですね、武蔵さんがですね、まあ、俺のはどうって言って、グビ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 っつってね、まあ水を飲み始めたんですよ。クリスタルガイザーかどうか知りませんが、それが。そしたらですね、マサトさんが、唇がって言ってました。それはしゃあないだろうと思いました。その飲み方とかじゃないんだみたいな、もうその元々の体の造形の部分なんだみたいな、唇がって言ってて、これは受けました本当に。
はい、そしてね、私が最近ハマっている京太郎選手ですね、はい、K1 の京太郎チャンネル、京チャンネルなんですが、今回ですね、カリカチュアって言って、まあ、田中ら王さんって言って、あの似顔絵を思いっきり誇張しすぎた、ハリウッドザコ師匠じゃないですが、誇張しすぎた似顔絵をね、描く大会で世界チャンピオンになった方がいるんですが、そこにチャンネルのアイコンを新しく作ってもらうということで、今までのはなんかそれ見たことないんですが、今までのやつはなんか版権にちょっと引っかかりそうなぐらい、まあ何かをちょっと模してたのかな、似てたみたいな感じで、でまあ行って書いてもらうんでね、そこまでの演出があって、まあどんなのができるんでしょうねみたいな、でまあご飯屋さんみたいなところで書いてもらうんで、そこでご飯頼んで食べながらして、どんどん盛り上がっていくわけですよ。そしてやっとね、その最後京太郎選手の似顔絵描いてもらって発表ってなって見たんですが、これ何の感動もないわけですよ。これなぜかと言いますと、その動画がもう始まった1秒の段階で一番左上にそのアイコンがずっと出てるわけです。でもっと言えば、今日から京チャンネル始まるよって言った第1回目の左上からずっとそのアイコンが出ててでもうネタバレがねずっと左上に出てるわけですよ。これちょっとね、作りが甘すぎるんじゃないかなというふうにね、私は思いました。まさかこの同じ左上のアイコンが出てくるわけじゃないよなってずっと思いながら見てたんですが、まさかのそれだったっていうね。はい、これはね、まあ、第1回目にやる内容でしたね。でその第2回目から左上にそのアイコンをつけるっていうのが正しいやり方だったんじゃないかなというふうに思いますが、京チャンネルね、結構ほんと面白いんですよ。あのね、司会の男の人、まあ、結構おじさんの声だと思うんですが、その方がね、あの瓜田純史さんのところのその声だけたまに顔も出てんのかな、あのなんか結構下から入る面白いおじさんいるじゃないですか、話で瓜田さんみたいな、今日もなんかかっこいいっすねみたいな、まあ、あの人みたいな感じなんですね。はい、なんだけど、まだね、チャンネル登録者数がね、俺が昨日見た時はまだ300人もいってなかったんで、ちょっとね、元 K1 のね、ヘビー級チャンピオンに恥かかせるわけにはいきませんので、皆さんもですね、よろしければぜひね、京チャンネルのね、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。本当に面白いですし、京太郎選手の、まあ、人柄もね、本当伝わってきて、まあ、嫌な気分にはね絶対なりませんので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけでこんな感じでやらせていただいておりますので、ちょっとでもね、いいな、面白いなと思うところがありましたら、高評価してチャンネル登録して通知をポチッとオンにしてですね、また聞いてねということなんですが、この画像でですね、井上直也選手と朝倉海選手ちょっと入れ忘れてしまったんですが、ちょっとですね、わざと他に同じ選手をね2名、はい、ちょっと違う絵柄なんですが、入ってるんですね。はい、それがね、誰と誰か分かりますかという、質問をね、最後に残して終わっていきたいと思います。同じ人がね、2人入ってますんで、被って。以上、また聞いてね。